きつけ教室花楽しの山内芳水です。今回は着物バーチー京都のバーチーちゃんと京都市東山区のアンティーク着物のややさんでお宝をいっぱい発掘してきました。ご覧ください。ややさんに来てます。あ、素敵。すいません、はい、よろしくお願いします。あ、もう取ってはる。なんかだって外見をさ、ビーズのバッグが今ない。ほら見てこれ、ビーズのバッグないよ今。あの金銀のはねまだあったりするけど、これだけカラフルなのって。あっちにもあるよ。え、本当？あっちも取ろうじゃん。ぐらい。そうなの。ビーズバッグ、はい、ビーズバッグ作れる方がね、いらっしゃらないっていうのを。あ、あるあるうち、うん、取っとこう。はい、取っとこう。ちょっと見てこのほら、帯留め。へえ、琥珀か？なこれ。目の毛の石ですね。昔結構目のね指輪とかでも多かったですよね、昔の人。かわいい。ちょっと待って、私さこれ始まり、あでもさっきのほらこれとかかわいくない？ひょうたん、ひょうたんかわいいね。かわいいのが、あ、目の毛がなんかすごくいいよね、アンティークに合うよね、うん、これかわいい。でも現代合う合う、うん。あ、下のあの扇に真珠が一粒ついてるの可愛くない？素敵。こんなあったっけ、こんなあったっけ。かわいい。最近やな。はい、ニューフェイス。へえ。よかったら見てみてください。はい、ほらこれ可愛い。ほらね、可愛い。ここなんかこんな段ボールが映るし、ね、なんか段ボール映っても可愛い。これあ、いいやん。あ、プロのやつに合う、うん、あのね、レースがね、うん、ちょうどね、うん、あの、制服の柄みたいに、あ、そうだね、こうやってなってるからね、うん、あ、かわいい、これ、螺旋ですね、これ、はい、はい、ですね、うん、これからの季節にいいですよね。ねえ、ありがとうございます、ね、うん、お値段もね、ちょうどいいぐらい、うん、この辺は、かわいらしいです、この辺は5000円、はい、5000円とか1万円切った。でもあれは高いでしょ、あのグリーンは。これで。それが高くない？多分。でも、たまにやさん。これ1万。ん？これは1万2000円ですね。綺麗だね、これ。はい、これも綺麗です。へー、すごい。なんかこの辺3000円とか5000円とかコーナーになってるのね。ここ、あ、こっちが？ここ3000円コーナーです。へー。3300円。こっちは1万円以下のものっていう。で、いいのはあっちに、はい、じゃあいいのちょっといいのもぜひぜひ。はい、私が今狙ってるやつがうつさんでね。あ、うつさんの、うん、あ、あ、本当だ、可愛い、サンゴ。なんかもうこれなんかあの舞妓さんがしてるような大きさですよね、うん、もっと大きいか舞妓さん、なのぽっちりだっけ、う、ね、ね、うん、でもすごい大きい。ラデン細工の、うん、これとかね、目も入ってて、うん、細かいラデンの細工にべっこうで、うん、入ってて、もっともっとすごい値段やったと思うんですけど、ね、ちょっと虫食いがあるんですね。あ、それ虫食いなんですね、はい、やっぱりてん、ね、こうタンパク質のものなんで、うん、匂い嗅ぎつけて虫に食われてしまってるので、ゆえに1万1000円、ね、でも見えないですかね、こうつけてたら、うんうん、そうですね、表はちゃんとしてるから。これが白べっこうですね、はい、白べっこう、白べっこう、符が入ってないのってなかなかないのね、綺麗、うん、で、これが尻尾のね、すごい、はい、これも凝ったデザインですよ ね、 へえ、はい、これもべっこうについてるの、はい、で、それ石、失礼しました、べっこうでは、ね、この石の入り方的に、うん、目のでもない、
でもないですね。でもこれ伝統工芸の漆を重ねてのやつが入ってたり、はいはい、なんだっけあれ、はい、それ忘れちゃった。なんとか塗り、はい、うん、こうなっててね、はい、層になってるやつですね、はい、ててあとパールが取れてね、はい、はい、あとサンゴとラデントっていう感じなんで、うんうん、あ、本当だ、サンゴ高見えですね、こういうのをつけてたらサンゴとラデンが入ってる、すごい綺麗、はい、でもあれアンティークでも現代ものでもどっちでもいけそうやったし、ちょっとモダンな雰囲気でね、かわいい、ほら全部かわいい、あれもかわいいよね、ちょっと待って、ほらほら、これもかわいい、帯留めです、可愛いのがいっぱいあります、ちょっと光るかな、あ、綺麗、え、いいよ、喋って大丈夫よえ、道明寺、この編み方絶対道明寺やわ、私も道明寺を覚えちゃって、道明じゃない、道明、道明寺、道明寺だとあれ流しんだ古いものなんで、昔見たこと履いてはったの、うん、履いてた、セットでとか、そう、結構いっぱいありましたよね、はい、うん、最近も全然見ない、うん、かわいい、なんで、かわいいの、はい、やはり、うん、お召しになって怪我したりとか、うん、風化でどうなっているかっていうのが、うん、強度がわからないので、ビーズが割れちゃったとか、なって足を怪我する可能性も、うん、多分に考えられるので、販売はしてないんですけど、可愛いので飾っておいてます。ね、すごい、ありがとうございます。こちらこそ。あ、綺麗。これもね、これも取っ手が壊れちゃったんですって、これ。可愛いのにこんなに、さくらんぼで。部分をつけますよ。黒なんで。取ってあるようなところとか、はい、すごいよくできてます。で、あの濃い紫のところのビーズがすごいキラキラしてて、うん、ここですね、効いてますね。ね、これいいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい。見て。見ていたら欲しいものがいっぱいで、なんか本気モードになると言葉が出なくなってきますね。ずっと無言で撮ってしまいました。色ぼかしの付け下げになっていて、なんかね、おぼろに見えたんだけど、うん、ね、すごい綺麗、金糸作家さんの圧巻が、ね、そうそう、圧巻が入ってて金糸紙みたいな感じ、すごい綺麗、うん、ね、立体になるとなおのこと綺麗ですよ ね、こういうのはすごいグラデーションですよね、はい、上の方からなんかね、あのモネの絵にも、うん、ね、睡蓮のね、そんな感じ、素敵な表現、さすがそうおっしゃっていただくとそう見えてきました、ね、綺麗、うん、あ、これ素敵だな、
可愛かったベースの色がね結構渋いお色合いなんで、なのでこの朱色が効いてて、そんなになんか地味な感じにも客観的に見るとそんな地味すぎる感じではなかったですけども、可愛いですよね、すっごい可愛い、はい、これちょっとなかなか珍しいですよね、絞りで、はい、これだけ絞ってあって、焼酎ってもっともっと渋いのが多いので、なんでそういうのイメージからいくとかなり可愛いさの、はい、ある一点です。これがおぼろ染め風なのね、はい、可愛いですよね、このキラキラっとした感じが、綺麗ですね。またハッカケの色が、表のこのいい感じの引き立ててくれる色合いがついて、これ小紋扱いになるのかな。そうですね、付け下げ小紋みたいな感じで捉えていただくといいのかなと。なんで帯次第で都合よく、栗山工房さんっぽいけど多分違うと思いますけれど、ね、かわいい、この高染めとか持っててかわいいね。これもね、いいなと思って、ほら、ね、これすごい素敵。これ何、板締め絞りみたいな感じなの、わかんないんだけど、染めの綺麗な、ね、綺麗、ね、ね、ロワーですごい素敵、ほらかっこいいと思う、これかっこいい、麻、麻じゃないか、麻ではないですね、はい、つむぎで、藍染めで、すごい髪があって綺麗です。色は落ちたりしませんか。どうしても正直、落ちたりすることは考えられます。そうね、なんで白っぽい帯締めとかされると色が移ってしまうとかっていうことは多分に考えられるんですけど、でもやっぱり色の深みがあっていいですよね。その色落ちの根っこを考えてもすごく綺麗です、ね、銀座とかかっこいいです、裏地むねとも布ですごい贅沢な作りですね、はい、こっち裏側なんですけど、はい、裏もとも布で、本当だ、珍しいですね、はい、贅沢ですよね。だいたいね、裏は別の生地が貼られていることが多いんですけど、長さも3メーター68センチなんで現代的、ね、こう長すぎず短すぎずで、こういう感じで、ね、あの巻きを変えたら無地と見せると、はいはい、なんでちょっと帯だめ目立たせたり、目立たせたりとかできますね、なんかもう現実的にもうニャンシンって買えるのは私はやっぱりややさんやと思うから、安心してありがとうございます、まあ、いろんなものが、すごいブレないなとは思ってるんですけど、商品のなんか雰囲気は、でもその中でもすごくこういろんなニーズに対応できるように揃っているので、なんでかっこいいのが着たいっていう方でも、かわいい系が着たいっていう方でも、どんな方にでも対応できます。コーディネートがすごい綺麗な、帯がすごい可愛い。後ろ向いてもらっていいですか。ほら、ほら、すごい素敵。この帯もうちで仕立て替えしてあるので、すっごい締めやすいです。なんで、うちでの仕立て替えの帯してると結構褒めていただけるんですけど、可愛い、これすごい締めやすいです、いやすごい嬉しい、先生に褒めていただけたら、あでついだけでね、着られてすごいおしゃれで、お土産も可愛いし、ほら見て、全部可愛いです。全部店でも揃えてるもん、今日なんか2人の色がな、なんかいい感じ並んでてバラのほら、宝生先生の帯の色と一緒に、今日旅行だからただの恋の帯ですごい恥ずかしいんだけど、飛行機乗らないんだ、
そうか、これで飛行機に乗って、うん、そうです、飛行機に乗って行きも帰りもこれで、だからこれ、こんなのポリ結びだったら元に見られるから、はいはい、で、襟はもう無視、こうもうぐちゃってなってもいいやってなるもんね、うん、どうしても。で、私旅行で出かけたことないからで、横向いて必ずこっちを頭にして、完璧にいろいろ考えられてますね、さすが。すごい、でも綺麗。いや、嬉しいです。何だったっけ、この嘘つき袖、はい、騙し袖とうちでは呼んでるんですけど、もう着物にくっつけてしまっています、このように。ね、あ、すごいよね、これいいね。はい、画期的やと思ってます。画期的です。これやと、あの袖幅がとか、うんうん、袖丈がとか、こういろんなサイズのお着物にも対応できるので、ね、ヤヤさんのところで仕立ててもらえるんですか、はい、こうやって。そうですね、うちでお求めいただいたお着物にでしたら、うんうん、ちゃんとにこういう風に、あの、ね、はい、着物の雰囲気に合う生地を選んで、うんうんうん、で、別途加工費はかかるとはいえ、うんうんうん、そのサイズに合う長襦袢を探したりするよりコストも抑えられますし、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤヤさんのインスタグラムと、あとお問い合わせ先は概要欄に貼ってありますのでご覧ください。お宝がいっぱいありました。皆さんもぜひ行ってみてください。実は私は初めてのアンティークショップだったんですけれども、ちょっとアンティークにハマってしまいそうです。京都のバーチーちゃんや染色補正森本の森本先生とゆうやさん、そして平和祭り京都支部長の着物七色の北千佳子さんと一緒に素敵な京都を巡ってきています。まだまだ素敵な動画がたくさんありますので、チャンネル登録してお見逃しなく、いいねボタンもよろしくお願いいたします。着付け教室花たのし、着物クリエイター山内芳水でした。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。